はて、どこかで見たことがあるような、ないような。あんた、以前どっかで会ったことないかな。ねえ、なんでこんなに寒いのに白い息が出ないんだ？そして、あんた今ちらっと口の中に牙が見えたような、見えないような。とぼけんな、この野郎。街中だろうが構わん。ジョジョ、お前の命をもらう。才能が目覚めるうちにな。はあ、そうかい。無茶な奴とは分かっていたが、これほどと。街中でいきなりどこから手に入れたのか。トンプソン機関銃をぶっ放した。12 seconds later。悪霊の恐ろしさを見せてやる。俺を外に出してどれだけヤバいかを教えるためには。てめえら見えなかったのか。今の俺の悪霊が見えないのなら。俺の後ろに誰かがいる。最近取りつかれたみたいなんだ。俺のスタンドの能力を戦う前に教えといてやるぜ。銃は剣よりも強い。銃は剣よりも強い。Success! No, Miso, you can't put your gun in. Tio San, you are. Hontoni, what a show total state in the car. Kinita, Coroso to Sri Shim。汗もかいていないし、呼吸も乱れていないな。冷静だ。さすがホルホース。分かった、ディオ様。あんたにとことんついてかなきゃならねえことが。乾杯だ。銃は剣よりも強し。名言だな、これは。甘く見たな、ボルナロ。やはりてめえの負けだ。甲冑を脱ぎ捨てればこれ式の弾丸。バカだ。軌道が曲がった。しまった。弾丸だってスタンドなんだぜ。俺をなめきってそこんとこ予想しなかったアンさんの命取りなのさ。俺誰だ。何？3 days later。 ああ、確かに撃たれたさ、この眉間をな。だがあの時背中を刺されたせいで瞬間顔は上を向いた。つまりのけぞったのだ。こういうのを不幸中の幸いというんだろうな。ホルホースの弾丸は私の皮膚と頭蓋骨をちょっぴり削り取ってかすめていっただけで、脳まで達する致命傷ではなかったのだ。どけ！触れ！銃をたる！通り12時ちょうどに弾をぶち込んでやったぞ。いけ！じいじ、しっかりしろ。わしはなんとか大丈夫だ。私もかすり傷です。それよりポルナレフがちょっとどけてくれ、このクソタレのブロックを。勝った。パイプのど真ん前に長太郎の顔面があるぞ。Warning. What you may see right now is going to be absolutely disgusting. Masaka. Ah! 一体次に何が起こるんだよ。銃は剣よりも好きじゃ。みんな無線に出ているんだ。ピストルズ。ねえな。一瞬かがわり合いになるのはどうかと思ったら。シンプルな性格ゆえに体が自動的に動いていた。てめえ、兄貴に何しでかしてんだこら。クソガキが。どんなに距離が近かろうが引き金を引けば当たるというものではない。取り乱していたり慌てていると銃口が標的にしっかり向いていないのに引き金を引いてしまうものだ。ゴロツキが撃った弾丸は2発ともミスターの脇の下をかすめただけで後方の闇に消えた。3発4発5発6発、信じられないことに全弾闇に消えていく。慌てた仲間も銃を撃つ。しかしこれも奇跡としか言いようがないが、一発もミスターには命中しない。くらえ。殺すつもりはなかったけどよ。2発もやりやがったな。またやりやがったなこの野郎。脳まで達する致命傷ではなかったのだ。同じ傷口を狙ったんだぜ。そこで止まってる銃弾にもう一発ぶち込んでやれば、固定して止めたとしても一発分頭の奥に食い込んでいくよな。とはいえそれでも不死身っつうんならしゃあねえが。俺たちチームはな、そこら辺のナンパストリートや仲良しクラブでぶっ殺すって大口叩いて仲間と心を慰め合ってるような負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。普段の心がけが良かったというか、ギリギリ運が良かったというか、さっき拾った氷の破片を帽子の中に入れたおかげで、ナンバー5、お前だけが廊下から復活できたようだな。よく弾丸を止めてくれた。3発も。脳まで達する致命傷ではなかったのだ。